皆さんご機嫌いかがでしょうか。エキシビジョンマッチセレッソ大阪対浦和レッズ、解説には元日本代表の北澤豪さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ北澤さん、今日のカードですが、随分すごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、今日はスーパープレーなんかも飛び出すかもしれませんよ。その辺も期待できるかもしれませんよね。そうですね。さあキックオフまであと少しです。今開始の笛が鳴りました。前半戦キックオフ、今日の試合どのようになりますでしょうか。注目です。左に送ってトゥーリオ、酒井、あっとオープンスペースを使ってきた。パワフルですよ。横へ持っていく森島、パスをつないでいく、また返した、リターンを受けて前田、セレッソボールキープしています。柳本、ここから前田、後ろにパス、下村大きく横へ運んでいきます。前に出した古橋、ここはポンテ、長谷部つないでサントス、横へ運んでいきます。ここは内館、ディフェンスラインで回します。坪井、長谷部、ポンテ、マリッチ、止めた、酒井、必要なチェック、プレッシャーを与えます。セレッソここからの攻撃になります。おっと奪った、壁を使います。細かいボールの奪い合い、左サイドからのコーナーキックになります。レッズ絶好のチャンスを得ます。さあここは入ってきた、おっと際どいボール、決定的なところでしたよね。レッズ絶好のチャンスでした。拾ったのは森島、右にはたいた、マリッチ大きく横へ運んでいきます。長谷部ボールを回して右へ出した、奪った、ここからパビーニ、一旦戻します。後方で回しています。ヘッドで競り合います。スルーパスを出してくる、ここはファビーヌ、田中、ファールです。セレッソボールになります。ゼカルロス横へ持っていく、後ろへ下げる、まだコースを探しています。果敢に奪いに行きます。ファビーヌ、ここで組み立てます。下村大きく横へ運んでいきます。下がったボールはファビーヌ、下村、いい形だ、中には2人いる、後ろへ預けた、ゆっくりとボールを回します。これはタイミングが合いません。ここは戻します。内館、ディフェンスラインでパスを回しています。前半も15分が過ぎました。工藤、前田、一旦戻します。セレッソボールを回します。ヘッドでの競り合い、レッズ今のところ0対0、
今日はサイド攻撃を中心に組み立てていると考えていいんでしょうか。そうですね、やはり基本ですからね、広く展開して様子を見るというか、やはり有効なんですよね、はい、前に出した酒井、鈴木、ポンテ、浮き球で来た、これ仕掛けましたよ、いいタイミングで出ましたよ。そうですね、もっとヘッドで競り合う、ホイッスルです。サントス、トゥーリオ、右サイドを使ってきた、ここはボールを下げました、スライディングタックル、左へ出した、トゥーリオ、いい守りを見せました、ちょっとこれは大きすぎた、タイミングいいですよね、もう一度、これはつながりません、これはファールの判定、坪井、トゥーリオ、これは合いませんでした、ボールを入れるのは工藤、そして工藤、ここで笛です、工藤、左にはたいた、前田、下村、そこから下村、横へ持っていく、このパスには追いつけませんでした、マリッチ、センターバック、トゥーリオ、サントス、このパスはどうだ、これは抜けません、工藤、前田、後ろへ、吉田、頭で競り合う、下村、ゼカルロス、さあ攻撃に注目です、工藤、さあ来た、レッズ、ここはしっかりと守りました、ボールを持っているのは工藤、ゴール前に入れた、手元の時計では30分が過ぎようとしています、ポンテ、内立て、サントス、下がったボールは内立て、右へ出した、トゥーリオ、ボールを回して、そこから鈴木、サントスと、ここで抜けていく、競り合った、さあ前にいるぞ、つながりません、読まれた、キープします、まあ通ればですけど、素晴らしいボール入れてきますよね、かなり強烈な当たりです、ホイッスルです、一旦後方へ下げます、渡しません、前に送って、マリッチ、内立て、サントス、スペースを狙う、あっとこれは通りません、さて北澤さん、はい、セレッソ、ここまでのところまだそんなにいいところといいますか、フィニッシュまでは行っていませんね、まだ乗り切れてない感じですよね、そろそろ攻めた方がいいと思うんですけどね、頭で合わせた、ここまで持ってきたんですが残念でしたね、惜しかったですね、さあカウンター、ストライカー西澤、カウンターチャンス、繋いで長谷部、さあ来たぞ、ここからどうする、でもいい試合してますよ、そうですね、これはどうか、動いた、ヘディング、
もう一度、そこからポンテ、つぼい、酒井、ポンテ、さあどんな展開を見せるのか。後ろからのマーク、あっとオープンスペースを使ってきた、あっといいですね。さあこの位置でタッチを割りました。コースを探している、右へ出した、ああいいカットですね。鈴木、坪井、酒井、どう崩していくか。ポンテ、坪井、横へ運んでいきます。トゥーリオ、大きく横へ運んでいきます。これを返してもう一度キーパーへ戻す。鈴木、かろうじてクリアしました。サントス、しかし北澤さん、はい、ここまでですが両チーム合わせてもまだそんなにシュート打っていません。そうですね、とにかくもっと打っていかないといけませんよね。まだもう少し時間ありますからね。ゼカルロス、左へ回す、西澤、そこから下村、ここはつながりません。キープ力高いですね。回して鈴木、内立て、長谷部、あー来た、なんとかクリア、ダイレクトで出す、さあいいボールが出た、あーフォロー遅いですね。キーパーしのいだ、いいクロスだ、頭、森島、古橋、あっと危ないプレー、下村、ファールとなりました。このボールを蹴るのは下村、おっとタックル、ダイレクトに行った、坪井、酒井、鈴木、内立て、これを返した、もう一回内立て、坪井、前半戦終了です。さて北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、作戦なのかもしれませんけどもね、見た感じはちょっと牽制し合ってる感じもしますよね。はい、レッズ少しファール数が多いようなんですが、その辺どうご覧になりますか。はい、そうですね、積極的にマッチアップすることはいいですけども、自分でも気がつかないうちにね、行き過ぎてしまう時がありますから、全体を見てプレーしてほしいですよね。はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えたところで0対0、両チーム無得点で一旦折り返します。さあ後半戦始まります。浮き球で来た、おっと吉田、落ち着いた反応を見せました。ここはゼカルロス、ここでボールを持った、マリッチ、タイミングが合わない、吉田いい判断を見せました。ヘッドでの競り合い、下げてここはバビーヌ、一旦後ろへ返します、ヘッドで競り合います、一旦戻します、左サイド、もっとヘッドで競り合う、ヘッドで競り合います、さあ奪った、どう攻めていくのか。ここからサントス、どう攻める、左から攻めていきます、
さあ上げるか。いい位置でスローインになりました。バットファウルです。しかしここは注意だけのようです。短く出します。右サイドの攻撃になりました。さあ一気に前線へ送った。ちょっとパスが長すぎました。スローインするのはゼカルロス。右に送ってファビーン、横へ運んでいきます。大事に持っていきたい。競り合った。後ろにパス、酒井、ここから坪井。一旦はたく。下村、柳本、もう一度、あっとホイッスルがありました。ここからのフリーキック、森島、工藤、ファビーニ、よく走ります。ここはカット。下村、柳本、速攻になる。田中、大きく横へ運んでいきます。縦に送ります。サントス、つないで鈴木、酒井、横へ持っていく。トゥーリオ、どこから攻めるのか。ポンテ、渡しません。ファビーニ、下村、ゼカルロス、ここは戻します。負けてないですよね。さあチャンスを迎えている。ゼカルロス、下村、柳本、前田、工藤、落ち着いてますね。ここはボールを下げました。カットして右へ出した。マリッチ、壁を使う。さあここで動いた。いいですよ。ちょっとこれは大きすぎました。ここはキーパーキャッチ。右に振って浮き球で来た。右にはたいた。短くつなげてサイドを変えます。ファビーニ、もう一回西澤、柳本、右へ出す。工藤、右にさばいて、再びゼカルロス、ここで選手交代でしょうか。そうですね、変わりますね。さあレッズ、攻撃陣を入れ替えてきました。そうですね、これは少し攻撃陣の流れを変えようということなんでしょうね。古橋、右に回して少し出してスペースに入れる。おっと、出しましたね。ナイスキャッチ。もう一度、そこから古橋。レッズ、後半から調子が上がってきていますか。まあそうですね、確かに後半から攻勢はかけてますけどもね、ここだというチャンスは作れてませんよね。落ち着いています。ファビーニ、チャンスになるか。タイミングが合わない。取りいたんですけどね。
強いですね。いやしかし惜しかったです。うまく受けました。そしてここはポンテ、キープ力には評判のある選手。チェックが効いていました。カウンターチャンス、ファビーヌ、下村、つないでゼカルロス、さあサイドから、さあコーナーキック、さあセレッソ、サポーターの目の前で得点できるか。本当ですね、ここで1点入れてほしいですよね。ここは内田、後半30分を回ろうというところ、つないで坪井、鈴木、惜しいところまで行ったんですけどね。回して下村、そしてゼカルロス、競り合った、キープします。坂井、回して細貝、これは大きすぎました。トゥーリオ、縦にボールが出ました。頭でいく、もう一度これをカット、おっと一人で上がっていく、このパスは大きすぎました。中にいなかったんですよね。ここで選手変わりますね。そうみたいですね。さあセレッソ、前線の布陣を変えてきました。そうですね、まあこれはもうストライカータイプを前に置くという考えでしょうけどね。ファビーヌ、左に送った、もうちょっとパスが長すぎました。セレッソ、またメンバーを入れ替えてきます。この位置から内田、縦へ、そこからサントス、つないで内田、回してトゥーリオ、いいディフェンスですよ。ここにポケグチ、ゼカルロス、もっとヘッドで競り合う、ここでリターン、縦に送ります。左を使って一旦後ろへ返します。負けてないですよね。しかし北澤さん、今のようになかなか動きが見られないところを見ると、このまま終わってしまうのかなとも思うんですが、いかがでしょう。そうですね、両チームとも後半の動きにキレがありませんね。いやいや止まってますよね。頭で競り合う、ゼカルロス、下がったボールは柳本、インターセプト、短く出します。そしてここは鈴木、パスに追いつけません。この大きなパスはいい守りを見せました。これがつながらない。セレッソ、ここでまた選手交代を行います。さあセレッソ、中盤の選手入れ替えです。そうですね、多分守りに対して人数をかけようということでしょうね。スペースを使う、ここはよくカバー、もう一度頭で下げて、ここは前田、40分になります。後半40分、しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。柳本、右にさばいて少し出して、ここから下村、布部、鶴見、なんとかクリア、あっとタイミングが合わない、
大きく横へ運んでいきます。コケビッチ、縦にボールが出て、さあこの位置でタッチを割りました。ここで両チーム選手を変えてきます。ボールを持っているのは鶴見、米山、おっとスペースに出した。さあチャンスになった、頭で来る、セレッソ、クロスからそして頭で合わせるという攻めを見せてくれました。そうですね、あと少しだけね対応早ければよかったんでしょうけどね。コケグチ、ファビーニ、柳本、そしてコケグチ、ロスタイムに入りました。しかし依然両者無得点のまま。山田、ここはつながりません。布部、コケグチ、下村、ファビーニ、そこから鶴見、これは危険なプレーです。この位置から蹴るのは鶴見。北澤さん、レッズちょっとファールが多くなってきていますね。はい、やむを得ないものもありますけども、当たるにしても少し冷静になってほしいですね。試合終了の笛が鳴りました。非常に残念ではありますが0対0の引き分けで試合を終えました。さて北澤さん、今日の戦いいかがご覧になりましたか。はい、いや本当にね、両チームともなかなか隙を見せませんでしたよね。そうですね、ご覧の通り結果は0対0、両者同点で引き分けとなっています。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それではサッカーをこよなく愛する皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。